Okay, so HOOLIGANZ TV Volume 5. Five. Yeah. Already now, man. HOOLIGANZ TV. All right. Singing a party. Yeah, but MC don't keep in the house. All right. All the boys in the house. So stay. Fucking ISH ONE in the house. JP STATE OF MIND, man. Just JP4, 5月 JP STATE OF MIND Volume 4 coming out, man. That's fucking real future in here. Yeah. Yeah. He's gonna take two, so like you get that fucking right. Check this shit out. Shit out, man. All right.実はISH ONEと初コンタクト。はじめまして。この後はたくまのライブで弾けたくねえ。マジぶっかますぜ。ラップしたくてしょうがねえんだこっちは。That's right, y'all. そう、せっかくこんだけもうこいつとかフリースタイルしなくてしょうがない感じで。ちょっと本格的です。幕開けでちょっとフリースタイルしてかもしれない。やばい、そのハードルいきなりのハードル。ハードルから高めてく。俺が持久走じゃなくて短距離走でチョリソを食べてく。食べながら短距離と俺もISH ONEと初コンタクトコンダクターでベートーベンみたいに音楽をどうやるのとか自分の見せ方を片付けてくのんきのビートをボクシングみたいに。ボートースがないよ。でも平坦な道より誰かが入ってくるから実は脳裏の後ろの方で伺ってる俺のラップしながら誰か仕掛けてくる読み合い、これは格言に通ずる哲学。そこまで深くやるコアにやるか別に上辺だけで上っ面でもずっぴらくラップできちゃう。でも春夏秋冬の集まっちまえばフリースタイルやっちまうのがこの集団で集団を打ちまくるようなのはそのゲームの中での話。モンスターハンターコーナーのガードストライクにすればストライクバッターマークに似てるってネットでは言われるけど、ムカつくから流すフルなかったことにするオールフィクション、まるでジャンプのメダバッカボックスのみそぎくんなんて誰も知らないの。いや、それがジョーガポテチやぜ。この次誰が行くかってちょっと本当ここで意外ISH ONEに行ってもらおうぜ。イエーイ。Yo, hi haters. Style. 今日もそうやばいセイバー、まるで俺が持ってるぜ腐ったレイバー。お前らワップ MC 俺がそうフレーバーたっぷりそうハイブラルロッシー。今日もそう巻き髪なら何でもいいぜそうクッシュならそう速攻でプラスプラスティック関係ねえぜ俺がスピスラクラシックいつだって分かってんだろそうこれはマジドゥエネそうミュージックシット関係ねえぜ今日もそうまるでルービックキューブみたいそうくるくる回した俺の才能やねぎすファッキンフロン今日もそう速攻で釣っちまうブラン。Oh shit, my man coming out. Oh shit, my man coming out. カミナちゃんやってきてるどこかで参加誰も参加でもないぜオリジナルマイロード突き進めよフリーガンズキャンプチェックしとけ K to the M ゴミ屋守るご苦労地お前の家にもいるぜキングオブキッチン。はい静かにじゃねえだろすでにタイムイズマネー分かるの俺たちはせずなかろう知ってるぞお前が一番強いのは月曜だろうならばそうさかせこうとさらないフィーバー集まったぜHOOLIGANZキャンプやっちまってねえぜすでにやっちまった連中が集まってんだからどこで集まっても分からねえぜ。 That's right yo we got the MC のんき in the house two big boy まるでそうさニューヨークのツインタワーこれをこうするか知らねえけどこのコレステロールはマジで無敵さ。 Yes yo I got the swag going on ここに溜まってるぜWhat going on? いやいやデブは2人じゃねえ子守も入れて3人でね間違いねえ女の子ならみんなダンシングクイーンにしちまうぐらいの超ヤバいやり方。とりあえず俺たちの仕事はドカタじゃねえぜとりあえず今日は来てるぜドタマインだからメンツがすげえこんな端っこで俺はバチッと決めるわけにはいかねえとか言う前にこうやって即興でノリノリの絶頂言ってる前に20枚そんな感じ億6とか言う前に億千万そんな感じで郷ひろみのドヤ顔は見たくねえからHOOLIGANZキャンプとか言ってる前にそんな感じ久々フーリガンになってねえけどこうやってぶっ飛びなとか言う前にやるぜそこでインヤのISH ONEさんが下でブラニュー流したからこうやってノリが上がるテンションまるで仮面ノリだのような鼻の穴のでかさのテンパ神のこんな感じ繋げてる、こんな神々でも繋げていくでまるで巻き髪前でハイテンションになる前に言葉で俺はぶっ飛んでいく MC だからよろしくチェックしてください。イエーイ、HOOLIGANZ CAMP HOOLIGANZ TV チェックしろ JP STATE OF MIND いつやるんですか、チェックしろレイディーズ。あとねメイ5月だね、5月に JP STATE OF MIND 出るわけ。ハイラも入ってるし最後にまとめるぜみたいな感じよ。これはピートレスのフリースタイル、まるでこれはリリーシストラウンジ、キューティップ、それかモースデフ、それかタリブクエリが出現したみたいな状況さ。これが渋谷のプラグの地下からいきなりやべえのが始まるよ。今日はISH ONEがブラニューを持ってくるよ。どこよりも早いリークできる、耳で感じて心に落とす簡単なことさ。これが俺たちのやり方よ。先輩先人全然関係ないけど、やっぱり熱い奴らは年が上だって下だって俺はリスペクトしてるぜ。これがフーリガンズキャンプ、ボリュームいくつかわからねえけど永遠に続くよ。このルートをしっかりとチェックしてくれよ。5月で5月半ば出るぜ JP4 フーリガンズジュニア、地球儀みたいな。I'm a genius。チュウ君どうだった？やばいっす、超最高でした。いや、よかった。いや、ポリ君も最高でした。ありがとう、ありがとう。全ての人が、ドラゴンマン D1 次回フーリガンズキャンプゲストだけど、あ、そうだ、インアンド召し上がりすぎましたけど次倒すんであれだよ、みんないっぱい出てたし、コクローチも出てたし、チューチートも出てたし、ヤマオも出てたし、ハイラデロシ、そしてタクマザクエットマンジももちろんだけど、今日はサプライズでISH ONEとドラゴンファンが2人でかましてくれたからさ、今日のフーリガンズキャンプ6月にまだあるけどさ、本当に間違いないことになった。楽しみだぜ、それまで要チェックしてくれ。イエー、ホーリガン締めに一発いくぜ。リベンジバンバン。あれポテチじゃね？何これ？使えた？これ。どうだ？今の感想。これらみんな節電してます。東京。でも最高。でも最高。いただきました。